1981USA シリーズ1フェンダーブレッドデラックスシングルカッタウェイの初期モデルフェンダーバレットは1981年にフェンダーが発売したジョンページの設計によるエレクトリックギター及びエレクトリックベースブレットの表記も見られるムスタングやミュージックマスターの後継のスチューデントモデルでフェンダーブランドでの生産はわずか3年で終了した バレットはフェンダーでの生産終了後、スクワイアの廉価版シリーズの名称に引き継がれ、ストラトキャスターやムスタングなどのモデルが製造されている。ブレットとブレットデラックスの2つのモデルがあり、米国の小売業者とディーラーはブレットワンと呼んでいたが、これはフェンダーが使用するマーケティング名称ではない。当初は製造が韓国のオフショアだったが、許容できない技術的な問題により、 米国にリコールされ、フラートン工場で製造された。二つのモデルは、見た目は、テレキャスターに似たシングルカッターウェイスタイルだが、以前の入門モデルのムスタングとデュオソニックに近い、サイズで21フレットのローズウッドシバンのネックに、テレキャスタースタイルのヘッドストックが採用された。ペグは、クラサンデラックスチューナーを採用。マスタング、ブランコ、 ミューズクマスターなどの以前の入門モデルと同様に小さいボディで本体に使用する木材を少なくすることでコストを節約した。両方のボディは厚さが他のフェンダーの1から3、4インチより薄い1から5、8インチの厚さだった。部品は素早く組み立てられるように省力化され、両方のモデルは同じ時代の他のフェンダーギターと同じハードウェアと電気機構を備えていた。 199ドルまたは249ドルで販売されていたスタンダードモデルは真空成形ケース、シールドコード、ストラップ、クロス布のブリッジ調整レンチが付属する。スタンダードモデルには白または黒でパウダーコーティングされたスチール製ピックガードの一部を折り曲げたブリッジ一体型のテールピースで弦ごとに別々のサドルが付いている。ブレッドデラックスは ノントレモロストラトのようなハードテールブリッジで、ピックガードはプラスチック製サンプライのものが付けられていた。どちらのモデルにも3ウェイセレクタースイッチ付きの2つのシングルコイルピックアップ仕様。ムスタングと同じピックアップカバーであり、最初はムスタングの在庫を使用していた。スタンダードモデルとデラックスは、透明ではピックガードからのブリッジの大きさの違いで見分けることができる。 カラー展開は赤とアイボリーで両方のモデルに白たは黒のピックガードがあり。1981年にリリースされた時の唯一のネック仕様はローズウッドシバンバリのメープル材だった。クルミとメープルのスカンクストライプのネックは1982年にオプションとして導入された。1982年フェンダーは2つのベースモデルを含むブレッドの 改訂版を発表した。このシリーズは、ストラトキャスターに似たダブルカッタウェイボディだが、ブレットが置き換えた、マスタングおよびデュオソニックとほぼ同じ形状である。メープル材が唯一のネックのオプションで、ヘッドストックはバージョン1のテレキャスター型。1981年にクラさんが廃業したため、フェンダーは1982年のブレットレンジで70年代スタイルの、 F チューナーを発表し、シリーズのフェンダーロゴシールドチューナーも使用した。どちらも西ドイツのショーラー製である。二つの新しい低温モデル、ブレット H-1、ブレット S-2、S-3、および H-2 の5つのモデルが販売された。ショートスケールは B-30。ブレットには、二つのシングルコイルピックアップと3、ウェイスイッチを備えた。 特許取得済みの合金、ピックガードブリッジテールピースコンボがあった。H-1 は、一つのハムバッカーピックアップを備えた、同じ合金のピックガードブリッジテールピースコンボを搭載している。また、ハムバッカーを単一のコイルに分割するためのコイルタップボタンも備えていた。S-2、S-3、H-2 は、デラックスバージョンとして販売され、 ハードテールブリッジが独立した白いプラスチック製の3層、ピックガードがあり、1983年にモデル番号 S-2,S- の単一層ピックガードが導入されました。下の方にエンボス加工された3、または H-2。S-2 には2つのシングルコイルピックアップと3、ウェイスイッチがあり、 S-3 には3つのシングルコイルピックアップとも、ベースイッチがあり、H-2 には、それぞれ独自のコイルタッピングボタンと3つのハムバッカーピックアップがあった。ハムバッカーのピックアップは、実際には、アルニコロとトマグネットを並べた2つのシングルコイルピックアップだった。ベースにはそれぞれプラスチック製のガードと、伝統的なブリッジがついてた。 古いムスタングベーススタイルのピックアップだった。人気の2番目のバージョンのバレットは赤、アイボリー、茶色のサンバーストのカラーオプションがあった。またはクルミクロアッタがカラーオプションとして販売されてない。S-2 はトゥイステッドシスターの We Are Not Go Not Take It ミュージックビデオで使われ、曲の前にマークメトカーフ演ずる父親が 息子のバレットの演奏によって窓から吹き飛ばされた。フェンダーは1983年の終わりにバレットのギターの生産をやめ、再びアメリカで生産されなかった。ブレットシリーズの生産はスクワイヤーブランドの下に日本に移された。ありがとうございます。